どうも、トミアンでーす。ドラクエ4、続きやっていきたいと思います。前回までのドラクエ4はこちら。ホイミン仲間にしました。ホイミンにレベルはないみたいですね。ヒットポイント35、守備力20。さあ、そして、重要アイテム、空飛ぶ靴、ゲットしました。ホイミン、アイテム持てるんでしょうか？持てないみたいですね。ホイミンはアイテムは持てない。そして、冒険の結果、1000ゴールドゲットしました。買い物しましょう。今回の目的、空飛ぶ靴を使ってみましょう。西の塔は、どうやって行くのか。空飛ぶ靴で、行くんでしょうか。子供、探したいと思います。さあ、やっていきましょう。前回のモンスター、撃破状態、こちら。いたずらモグラ、撃破したかもしれないけど忘れております。こういうのなんか今回ずっとなんか出そうだよね。倒したけど私がチェックしてないっていう可能性あります。さあ、武器と防具、皆さんならどっちを買いますか？私は武器を買います。さらに武器買います。鉄の槍いけんの880ゴールド。うっそー。いっちゃおうかな、鉄の槍。まあ、茨の鞭も抜かしてますけどね。まあでも、第5章でも買えるでしょう。今はもうライアンをね、なんとかすることを考えて、武器全コンプリートね、後回しにしたいと思います。鉄の槍行きましょう。ライアン、で、まず装備してと。攻撃力40から。おお、50！ 10上がりました。で、早速。まあ、武器防具コンプリートは、一度手に入れたらもう、クリアということにね、したいと思いますので。ちょっと待ってね。こちら。武器。全武器。買いました。鉄の槍。チェックつけておきましょう。で、もうライアンの、早速ブーメランを撃っちゃいましょう。で、残り余った400ゴールドで、薬草はあるね。丈夫で長持ち防具専門店なんだ。はい。は、どれ買えるかというと、鎖片びらは買えるけど、鱗の盾と木の帽子買うかどっちかだね。どうしようか。なんか落ちてそうなのどっちだっていう話だよね。鎖片びら買うか。あえて。盾と帽子はなんか、ダンジョンに落ちてそうっていう予想でね。鎖片びら買います。ライアン。オッケー。さあ、ちょっと装備してみよう。ライアン。鎖片びら、守備力17から。23、ゴーアップ。いいね。で、まだまだいきますよ。鎖肩、革の鎧を売る。あ、いいじゃない、135。もうこれ、売り回してね。あ、違う、売って、で、買って、200ゴールドで鱗の盾。あ、買っちゃうか。鱗の盾買っちゃいます。ライアン。ちょっと待ってね。武器はこれでしょ。で、鎧が、鎖片びら買いました。これね。はい、買いました。で、鱗の盾。守備力23から、革の盾をすっ飛ばして、
鱗の盾23から。おお、30、これはでかい。守備力7アップ。これでホイミンの守備力は超えたな。やったぜ。行きましょう。あ、これで、そっか、そうだね、これで OK だね。よし、ヒットポイントは回復してるか。ライアン大丈夫だね。どうすりゃいいんだろう。情報聞いた方がいいのかな。先生、校長先生とか知らないかな。あ、また夜か。もう早速使ってみるか、先生の前で。空飛ぶ靴、あー、そういうことね。いきなり塔に飛べました。さあ来るんだ、こそウィーン、怖いよ、離してよ。あ、魔法使いが連れ去っていくとこを見たぞ。さあ始まりました。塔、上か下か、どっち行こう。上行こうか。バトルが始まった。さあライアンの強くなったとこが見てみたい。22ポイント。おいみスライム、余裕で一撃で倒せる。さあ攻撃力、守備力ともにアップしてるからね。おっと、宝箱発見。キメラの翼、おっと、マジか、これ欲しいな。薬草1個捨てるか。薬草残り3つか。でもホイミンがいるから大丈夫でしょう。なんか連れ去ったやつがいるっていうことは、ダックスピル、はじめまして、ルカニ、嘘でしょ、ルカニ、やめてくれ。あ、ホイミン、ホイミン死んじゃうよ。え、どうする、これはピンチだね。どうする、戦うか。ホイミンナイス。ホイミンの素早さ大事だよね。いや、ダックスピル、スビルの、ダックスビルなんだ。スピルって書いてる、私ね。びっくりした、いきなり。ダックスピル、これちょっと色塗った方が分かりやすいかな、みんなにね。出てんより。リリパッド、はじめまして。よくアスカラか、お世話になったな、トルネコの大冒険でね。アスカラしまくり、それでも倒した、ナイス。リリパッド、チェックつけとこ。カメラつけたままでいいか、いや消しとこ。あ、経験値多いね。これホイミしてほしいんだけど、ライアン、ホイミこのまま行くか。うわー、ベビーマジシャンも始めましてか。どうする、先にマジシャンやるか。ホイミナイス。あー、ヒャド強烈、敵強くねー。リリパッド、スカラか。あ、キャド1回しかできないのね、ベビーマジシャン。ベビーマジシャン、はじめまして、撃破しました。順番に、いや敵強いね。どうしよう、左か右か、左かな。はい、行き止まり。面白いね、リリパッド、スカラやめてほしいな。強烈だね。これで弓攻撃してきたらもっと嫌だけどね。攻撃力はそんなにだから。いや、ライアン6ポイントしか与えられなかった。誰が倒せんのよ、これ。うわ、強ー、攻撃力強ー。ここ
でホイミしたいんだよね、これ。それがなかなか、お、戦士がいるじゃないか。おー、ライアンじゃないか。私もあの古い道を偶然に見つけてここまで来たのだが、この塔の魔物たちはとても強い。こんなことなら、古い道の中にいたホイミンというやつを仲間にしてあげるのだったよ。お前が羨ましいよ。うわ、ホイミンと会ったのに仲間しなかったの？それはセンスないね。あ、扉がある。どっちだろうな、これ。扉。お、宝箱。あ、下にもある。640ゴールド、これは持ち帰りたい。道具が買えるよ。右上もまだ行ってないからな。ピクシー、はじめまして。うわー、どうしようこれ。先に、ピクシーは素早さをなんか上げたり下げたり。リリパッドかな、先。うわー、スカラしないで。いやー、最悪だ。ホイミン、大忙し。頑張れ、ホイミン。あ、ピオーリも来た。ピクシーといえば素早さアップ。ピオリム、結構強いじゃないか。うーわ、強。一回帰ろうかな、これ。一回退却した方がいいんじゃない、これ。ホイミンの MP もあるしね。死んだらお金なくなっちゃうから。800ゴールド持ってるからね。一回退却もありだよね、これ。ピクシー。倒しました。よし。次は大鶏警報が出てるぞ。大鶏警報。あ、ピクシー警報。やーばい。守備力もっと上げないと。ホイミンの守備力を上げれないからね。戦うべし。せめてさ、一撃で、おお、会心の一撃、一撃で倒せるようになりたいよね。レベルアップです。さあ、力上がれ。力3ポイント。まずまずか。ライアン調べる。あ、鱗の盾、ここできた。持ち物捨てるよ。もう薬草捨てます。薬草を捨てて鱗の盾をダブらせて。で、売却するっていうね。うわ、一回帰った方がいいんじゃないこれ。あ、階段あんのか。ちょっとこの階段もやめてと。右側と左側もまだあるんだよね。先にちょっとそっち行こうか。で、一回退却して、もう、ホイミン MP9 だからね。冷静な判断、必要ですよ。もう一回ライアン死んでるからね。バツイチですからね。一回、右も左もあるからな。どこか消し込んどきたいよね。ま、キメラの翼持ってるから。帰り道は安心。これ頭打つのかな？キメラの翼。もしかしたらそうだよね。うわ、どうしよう。ここの判断、ちょっと右側だけ、右上だけちょっと潰しておきたい。おー、鶏警報きたー。はじめまして。攻撃力高そうだ。7ポイント。ホイミン、目いっぱいホイミしとけよ。危ない。よし。そう、攻撃が2発かかる。鉄の槍でもこれだもんね。あ、ライアン眠ってしまった。オーニアトル、そんな効果あるのか。いろいろくせ者ぞろいだね。しかも逃げられないんだ、寝てるから。ライアン起きろー。うえ。あ、もう MP3 か。もう逃げよう。
諦めて飛び降りよう。飛び降りろー。あ、ここに出れるんだ。じゃあキメラの翼使わなくていいね。マジかー。いや怖かったね。もうこの辺は安全地帯でしょ。いたずらモグラいればなんですけど。いやよく頑張りました。まずは宿屋に泊まりましょう。お前たちはよくやったよ。980ゴールド手に入れました。まずは鱗の盾売ろう。鱗の盾売却。アイテムが8個しか持てないのがね。1000ゴールド超えました。で、武器はもうね、最強なんだよね。ライアン、鉄の槍持ってるので、防具買い足しましょう。あ、鉄の鎧惜しいな。1200ゴールド。どうする?鎖片びら売っちゃおうか。ね。鎖片びら売って、鉄の鎧行きましょう。これね、全鎧。ちょっと色塗っとこうかな。見えづらいから。はい、現在の守備力ちょっと見とこうか。守備力31ね。はい。31から鎖片びら打ってと。で、鉄の鎧買います。あ、ついでに木の帽子も買えるじゃないか。もう買っとこう。木の帽子、これで最強装備だね。あ、違うわ、鉄の盾あるのか。鉄の盾あるわ。はい、装備、鉄装備43。30いくつだったっけ。10は上がったんじゃない。さっきの覚えてないっていう。木の帽子49。いいね。はい、チェックつけときましょう。鉄の鎧、それから木の帽子ね。帽子シリーズね、そんなに種類ないんだよね、このドラクエ4。こんな感じになっております。革の帽子すっ飛ばして、木の帽子、兜少ないよね、うん、さあ行こう。次回ね、清書するスタイルでいきたいと思います。道具、薬草か。まあ、この形だよね。キメラの翼いらないぐらいだけどね。うん。あと、盾と帽子装備してからさらに薬草持てなくなったよね。はい、ということで、戻し作業。って言ってもすぐか。空飛んでこー。さあ戻ってきた。来ましたね。上まだ行ってないから。うわー、この敵の多さよ。先にホイミスライムやっつけるか。ホイミン頑張れー。もう防御しといてくれてもいいぐらいだけど。リリーパッドから行くか。戦士ライアンレベル8。リリパッド一撃でなんとか倒せる時もある。微妙なラインなんだよね。18ポイントは。大鶏はこれ一撃では倒せないね。さあ、ここの中は入ったから、あ、階段発見。ここは本命っぽいな、これ。あ、違った、外れ。
あ、力の種。あ、どうしよう。もうその場で食べれるのにトルネコだったら。どうしよっかな。薬草は残しときたいからキメラの翼捨てるか。しょうがないね。食べるんだけどね。あ、1しか上がらない。寂しい。そりゃ寂しいぞ。ピクシーダックスピルか。まあルカニを使うダックスピルの方先かな。ずっとダックスピルと思ってたけどね、違ってた。素早さ上げるピクシーね。私の中ではピクシーはもうサッカー選手のストイコビッチだけどね。あ、どうしようかな。これ先にベビーマジシャン。オッケー。あー、なんで倒しきれないのかい。危ない。おいみん、急げー。結構ゾクゾクするね。ギリギリだね。ヒットポイント8でもピンクに、あの瀕死状態にならないんだね。さあぐるっと回ったけど他にはなし。多いな敵。ライアンはでも逃げ傷なしだからね。背中に逃げ傷なし。ライアン、ライアン二等兵。危ない。ホイミン、ライアン二等兵知ってますかね皆さん。あのプライベートライアンっていう、ま、映画のね。ライアン頑張れ。おひげのライアンですからね、こっちはベテランですよ。一人で何でもできます。いや、嘘です。回復はできません。エンカウント率すごいな。うわー、なんか敵多いなー。このセット嫌だね、これ。この4人のセット嫌だな、これ。最初なんか単品とかで出てきてたのになー。やばい、ホイミ、身を守ってんのか。あ、寝てしまったけどすぐ起きた。やばい。ホイミン、あ、ホイミン寝てしまった。嘘でしょ。ホイミン薬草。あ、ホイミン起きたのかよ。起きたら起きたって言って。よかった、寝て薬草使わずに済んだ。このコンビネーションどうなんだ。ライアン寝ております。ホイミン、大苦戦。あー、もうホイミン MP ない。これボスいたらいけんのか。これ一周回ったけど、もう一回戻った方がいいか。 MP9 しかない。ライアンレベルアップ。あっちから3、体力4。あ、来たね、成長期来たー。最大ヒットポイント10。使うか、ホイミンのために使います。10人は怖い。うわ、もうここは逃げろ、逃げるわ、逃げろ。なあ、逃げられない。ライアン、ライアン背中に逃げ傷あり。状況把握して逃げるっていうね。ライアン背中に逃げ傷ありです。そんなね、プライドよりもね、適時状況に対応した戦いの方がいいんですよ、うん、ジョセフ・ジョースターの戦い方がいいんだよ。あーっと、まだある。これ宿屋とかあるんないんじゃない。あん、あ、ボス、ボスっぽくないかこれ。あ、回復、
回復ありました、やったー。っていうかセーブしたいぐらいだよね。うわ、どっちだろうこれ、左右、あ、何もなし。回復ここにあったんだね。頑張った甲斐あったよ。ここを拠点に戦えるね。まだ守備力ちょっと足りてないよね。でももう最強装備だからね、ここのイムルの。あ、ちょっと待って、こっちもあるのか。どうなんだろう、階段上がったらボスなのか、どうなんだろうね。なんか左が本命のような気もするな。そうこうしてる間にライアンレベル10になりますよ。やばい、守備力がねえ足りてないよね。行ったり来たり迷ってますけどね。こっちか、扉ちょっと左行ってみようか。大鶏、これ4回戦わないといけないんだよな。あ、ライアン寝てしまった。これがあるんだ、大鶏には。眠らせる、どんな爪してるのよ。なんか塗ってるのか。睡眠薬かなんかを、大鶏を。宝箱発見。ここはベビーマジシャンを一撃で倒せたらキャド食らわなくて済むんだけど、食らっちゃうよね。この2人組だと回復は使えないからね。もうだんだん敵の特性はもう覚えてきたよね、さすがに。ホイミン回復して。ヒットポイント18で次のバトルは嫌だな。え、覇者の剣なんかあるの、マジか、マジで言うてるの皆さん。こんなんあったのね。攻撃力57から74、とんでもないな。こんな序盤から取っていいんですか、覇者の剣。マジか、めちゃくちゃかっこいい。覇者の剣ゲットしました。ここ何それ、ちょっと忘れてるから驚きです。これで一撃で倒せるようになるんじゃない、敵を。覇者の剣、はい、ということで今回は覇者の剣で終わりたいと思います。一回退却しようか。退却というか、あの回復勇敢まで行きましょうかね。こんな音楽だったね、塔の音楽。はい、ということで次回塔の頂上に子供探しに行きたいと思います。それではまた、さよなら。